いいか、よく聞け。 TikTok でバズるんや。あ、バズらせる？ NNS だよ。お前そんなんも知らんのか？ SNS。 何？今日補聴器の具合悪いわ。ネットに動画上げてバズらす、話題にするんです。ここ嶺南に若い観光客を呼ぶんや。そんなのは若い者に任せたきゃ。そうや、なんで私らが。うちの旅館客が増えんって言うたら。そうか、ま、ひろし君のためならボケ防止にええかもね。よっしゃ、バズらせるで。ここ妙通寺にある三重の塔は、あ、じいちちょって読めんわ。福井県唯一の国宝。福井県唯一の国宝。あれ、自分が映ってもた。どうすんやこれ。福井県唯一の国宝で806年征夷大将軍。どうや、バズっとるか。どうや、三いいね、そんだけか。あ、でもコメント一つついとる。なになに。ジジババは隠居してろ。草。草？暗号かなんか？おい、こいつは誰や？知らんよ、知らん人。もうやめよ、恥かきとうないわ。はい。この年になって新しいこと始めようなんて無理やで。最初からうまくいくか。お前は昔っからそうや。なんやで？やってみんと分からんじゃな。ちょっとあんたは血圧下がって死ぬで。あ、腰、腰やった。大丈夫ですか？大丈夫。うわ、またコメント来た。また文句やろう。なになに。私のばあちゃん何やってんの。んアカウント名はナナミ。ナナミ孫やん。それ私の孫。え、どうした。フォロワー9万人。お孫さんインフルエンサーじゃないですか。インフルエンサー。力借りましょう。おう、佐藤、大丈夫か。うん、大丈夫や。ここは福井、自然がいっぱい。なんのここに心きらり、千年の歴史だ、妙通寺。福井で唯一の国宝。最高、これはバズるよ。大丈夫ですか。ばあちゃん、バズっとる、バズっとるよ。バズった。バズった、バズった。おっ、おい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 、先生ありがとうございます。いやいや、みんなのおかげだよ。いやー、バズらせるよ。若さが誇る絶品料理、フランスパンにジューシーなサバのフィレをサンド、カンナンバーを使った特製マヨでいただきます。食べたら若返る。そのうまさ、サバカフェのサバサンド。ココイチバズっとる。コメントもいっぱいや。やったやったやった。またバズっとる。わしらもインフルエンザやな。インフルエンザな。あ、ほら、こんなコメント来てるよ。見て。まさかこの年になって青春できるとはな。青春か。青春ついでに結婚してまう。え、私ら連れ合いもおらんようになったし、死ぬ時にそばに誰もおらんかったら寂しいやんか。悪い、わし病気でな、もうすぐ死ぬんや。なんか言うた。今日補聴器つけとらんし。結婚はせん。あ、そうかそうか、振られてもうた。あ、綺麗やね。こんな綺麗な海久しぶりに見たわ。余命宣告受けた途端に急にバズらせるとか言い出して。すまん、気づかんで。いえいえ、逆に感謝してます。動画撮り始めるまでじいちゃん毎日ぼーっと死んだように過ごしてました。でも皆さんと動画始めてから急に生き生きしだして、この数ヶ月めちゃくちゃ生きてました。ここは福井、自然がいっぱい。
どうすんの？私は続けてほしいな。リーダーがおらんと無理やろ。カズさん、カズさん、大変。どうや、どうした？大変なの。これ見て。実は自分は病気でして、この動画が上がる頃には死んでると思います。どういうことや。多分死ぬ前に予約投稿して。カズ、琴美さん、わしのわがままに付き合ってくれてありがとな。じいちゃん、自分でちゃんと終わらせたかったんやろな。次のリーダーは一茂です。続くの？なんやって？リーダーはカズさんだって。そりゃそうやろ。いやいやいや、カズ、お前が続けたい理由も知っとんやぞ。なんと言うと？なんかカズさんが続けたい理由が。言わねえ。ふざけんな、ふざけんな。バズったので宣伝です。皆さん、霊南に遊びに来てください。カズ、琴美さん、死ぬまで生きろよ。じゃあな。ふざけやがって。え、カズさん泣いてる？泣いてるのはボケ。地元の高尾くんとよしこさん、動画見て手伝いたいって。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は初めての試みです。ショートドラマを撮ります。登場人物は友を失った男と愛する人を失った女です。その2人がレインボーライン山頂公園で出会います。そこから新しい恋が始まる。いや、そんな話です。わあ、綺麗やね。今さら新しい恋なんて無理やわ。ある人が教えてくれた。人生はいつもここからやって。ハイカット。お二人とも演技うまい。気持ちこもってますね。 あれ、カズさん、琴美さん、撮って撮って、まだ続けてるで。